宗教テレビ、日本テレビ系、ヒューマングル、ンタリーをもうまい店、毎週火曜あと7時の今日19、放送会は、全長36センチ、ロングエビフライ2023を届ける。2021年に密着取材し、想像を超える長さのエビ、ライト、経営陣のタルタルソースにかけるふかし、愛情が話題となった和食や、ナスビソー本店をに、ブリに再放する。 全長36センチのロングエビフ。イが、特徴の、ジャンボエビフライ午前2980円は、特の器具に吊り下げられた状態で運ばれてく、ためインパクト絶大。エビフライバブルと、ごとる状態となり、多い時は1日に100から200本もの注文が、だそうだが、エビの業者から、これ以上は、え、が入らないかもと、仕入れが限界を迎えたた。経営陣は、 新たなメニューを開発した。その日、つが、ロングカキフライ午前、2780円で、メインとな、キフライは、大量のカキ広島県産を、自家製、ホワイトソースとあえ、円柱状に伸ばしてよう、たもの。その長さは、ロングウェビフライに迫る30インチ自慢のタルタルソースは、当然カキフライにも添えられ、その量は一食につき、 約 250g、ボリューム満点。むしろタルタルにカキフラをつけて食べてくださいと、専務が訴えるよ。に、同店では、もはやどちらがトッピングなの、わからないほどの存在となっている。さらに、棚メニューとして登場したのが、無菌、部、元で養殖されている地元の名産、ミホマツさを使った料理。サバの養殖を担当している会部員は、以前、 ナスビソー本店でロングエビフラを食べたことがあり、タルタルソースの老い、さに驚いたという。サバを提供するからには、ルタルより、サバの方がうまかったと言われ、いと語るが、その結果は果たして、MC、ヒロミ、進行、峠英治、ゲスト、イ井森美幸、小島和也、池田明社、の、坂46、500条、マオ、乃木坂46。